レニング・ラード・カウ・ボーイズは、フィンランド・ヘルシンキ出身のロックバンドである。独特のいでたちや、音楽性で、カルト的な人気を持つ。メンバーは、極端なリーゼントの髪型、同じく極端に先の尖ったブーツを履き、旧ソ連の軍服を模した衣装に、サングラス姿というスタイルがトレードマーク。バンド名からもわかる通り、ウォッカカ注射コサックなどのロシアの風物を好んで曲の、 モチーフにしている。このため、ロシア出身のバンドという誤解を受けることもある。バンドの音楽性はポルカなどロシアの民族音楽やプログレッシブロックにも影響を受けているが、ギターベースドラムなど一般的なロックバンドの構成に加え、数名のブラスセクションを置いているため、賑やかでユーモラスな曲調である。また、この編成のため10人前後のメンバーを抱える王女体バンドとなっている。 オリジナル曲のほか、欧米のバンドのヒット曲、スタンダード曲をカバーすることも多い。このバンドが広く知られるようになったのは、1989年のフィンランド映画、レニングラード・カウボーイズ・号アメリカによってである。ただし、レニングラード・カウボーイズというバンドは、当初はカウリス・マキ監督の創作に過ぎなかった。それまで、 スリーピースリーパーズという名前で活動していたバンドが、レニングラード・カウボーイズという架空のバンド役で映画に出演することになったが、結果的にレニングラード・カウボーイズは映画のおかげで話題となり、バンドは映画の枠を超えて活動を続けることになった。1993年、旧ソ連のロシアン軍歌と踊りのアンサンブル総勢170名とのジョイントコンサート、 トータルバラライカショーをヘルシンキーで開催し、7万人の観客を集めた。この時の模様は、カウリスマキ監督により、同名のドキュメンタリー映画にもなっている。さらに、翌1994年、アレクサンドロフ・アンサンブルのメンバー70名を引き連れ、ニューヨークで MTV ビデオミュージックアワードに出演。同年には、ベルリンでも、 アレクサンドロフ・アンサンブルとのジョイントコンサートを行い、6万人を動員した。1994年には、レニングラード・カウボーイズ・ゴー・アメリカの続編となる映画、レニングラード・カウボーイズ・モー・ゼニアウに出演。その後2003年には、グローバル・バラ・ライカ・ショーと題したコンサートを開き、アレクサンドロフ・アンサンブルの他に、アメリカ・キューバ・セネガルなど海外からのアーティスト120名と、共に、 ステージに立った。2009年現在も、精力的に演奏活動を展開している。バンドが主演する、劇映画2作を撮った秋香スマ巻監督との縁は、深く、テーゼ・ブーツ、スルーザ・ワイヤなどの曲で、プロモビデオ、香スマ巻が演出している。また、俳優業にも進出した元メンバーのサカリ・クオスマネンは、その後数々の香スマ巻作品に出演した。 先述の通り大編成のバンドであり、現在は11名のメンバーと2名のレニングラードレディースが在籍する。メンバーの脱退などで数度の入れ替わりがあり、活動開始当時からのメンバーは数人しか残っていない。日本にも TV 出演などで数度訪れており、ー中杯の CM に出演して日本語で歌ったこともある。日本テレビ系バラエティ番組、すすめ。 電波少年の企画にて、松村邦博がメンバーのリーゼントヘアをハサミで切り取る企画を断行。失敗に終わる。バンド名の由来ともなった、ロシアの都市、レニングラードがサンクトペテルブルクと解消された際、その名も、レニングラードという曲で、俺たちのレニングラードを返せ。と歌った。ジンギスカンをカバーした際には、もともとドイツのジンギスカンの楽曲にもかかわらず、 なぜか日本語で歌っている。中気のないものはすべてアッキカウリスマキ監督。ありがとうございます。